上真夏と立花ひなの真夏のひなたぼっこ DVD 沖縄でひなたぼっこ。はい、皆さんこんにちは、村上真夏です。皆さんこんにちは、立花ひなです。はい、ということでですね、うん、今私たちがいるこの場所は沖縄本島唯一の海中展望台が楽しめる海の観光スポット、ブセナ海中公園でございます。はい、なんだろう、建物かな、もしかしてスカイツリーだったりする。さすがにそれはやばいでしょ。スカイツリーだったらやばいね。近すぎか。ひまなっつ見てね。恥ずかしい。恥ずかしい。からの顔面。からの顔面。からの断面。からの断面。からの断面。もういいよもう。私のために争わないで。うわ、言ってみたい言葉ナンバーワンじゃんそれ。私言えたわ。もう今世に悔いはない。じゃあ私も言う。いいよ。私のために争わないで。全然争ってない。争ってない。平和の世の中。楽しい。なんかずっと更新してんだけど。ねえ、大丈夫？帰ってきて、今世に。お次の沖縄スポットはビオスの丘です。わー。バイバイ。かわいい。名前はなんて言うんですか？あ、牛です。牛です。あ、お兄さんは聞いた。雲海？お兄さんは山海。落ちたの怖いでしょ。落ちたの1回だけなんで心配ない。1回はね。今日は本当に何もしてない。かわいい。こちらがビオスの丘での湖水鑑賞船でのジャングルクルーズです。おお、はい、はい、これ全然似てないけどパイナップルの仲間です。え、名前も長くて覚えづらい。サルオガセモドキと言います。サルオガセモドキ、はい、上手でしょう。船と船そっちかい。これこうやってギューって入れるでしょ。はい、引っ張ってあげて。抜けない、やば、どうして消えるんですか。ちょっと食べてほしい、食べてほしいよ。気持ち的には食べてほしい。いけるいける。いけないね、いけないね、嫌だね、ごめんね。ヤギに振り回される人間。面白い。浮きそうが。